これしたら2チーム今負けたあの野口くんのとことさっき の、 あの4代目のとことはあの先方プレイヤーを決めてください。先方固定になります。2位抜けチームは先方は固定になるので申告してください。2位抜2抜けしたのはどこになるのかな。ホワイト企業はストマークモミオ、ザンギが先方、はい、マオニャのチームがエド君、チュンリーとオペマイ君のところはオペマイ後藤4代目は誰が先方かな。手を挙げてもらえると嬉しいかな。あ、後藤君だ、このチームは後藤君で、今負けた野口博士バイパーは相談中。ここは手を動かしてあるんで、これ使ってください。ありがとうございます。で、あの無地のやつもらっていいですか。無地のやつないよ。あ、いや、まあまあちょっと記録をし直します。はい、わかりました。はい。野口くんが先方ということで、ザンギ、チュンリー、リュウ、バルログが先方ということで、じゃあ ABCD にそれぞれ札はもう貼られてますね。はい。じゃあちょっとカメラは、一旦あのホワイト、そうですね、ちょっとあのホワイトボードの方に映せると一番良いのですが、今ホワイトボードね持っていきますので、で今壇上にカメラさんいますので、そちらの映像に切り替える感じですかね。ギリギリ間に合うかってとこだな、時間ちょっとですね、時間の都合上決勝トーナメントも2台進行になってですね。いや、1台、あ、1台行きます。1台行く、1台行く、本当ですか。了解です。うん、ギリギリ行ける気がする。うん、じゃあパッパちょっとね、やっていきましょう。皆さんしたら、じゃあそれぞれ1位抜けした代表、小高チーム増税前の刹那代表と大磯の代表で、プッチモリーの代表とのカテゴリー 7A でいいのかなの代表、くじ引きで貼る順番を決めるくじ引きです。貼る順番をやるくじ引きなんですが、くじ引き引く順番はその4人で、まあ、じゃんけんでも決めていいです。じゃんけん早急に、おいし、はい、切り替えありがとうございます。いや、あれ3人しかいない、あと1人端んとこじゃないの。あ、うん、端んとこでしょ。あ、もう4番目、なんでいないか。3人でじゃんけんして、いや、もういないなら4番目にしちゃっていいんじゃない。うん、はい、じゃんけんしてくださいな、お願いします。じゃんけんで別にあれですかね、結局くじ引き引ける順番ってだけなんで、じゃん、あのくじ引いて1番に勝ったからって最悪な可能性もありますからね。はい、1番引いたのは返事がねえけど1番引いたのは、なんでくじ引きでトラブルが起きる。1が7になってる。じゃあとりあえず 7というか、その1番、まあ、プッチモリ持ってる。今日鈴鹿は1回戦2回戦3回戦9盾中負け知らず、全部鈴鹿が3盾している。MB ちょっと嫁さん来てるんですよね。そうですね、そういうの強いですよね、やっぱ。さあ割とあっさり決めましたね。さああっさり決めた。ホワイト企業にぶつける。まあキャラクターがね、ザンギ、フェイロン、リュウなので、まあダルシムも生きてきますし、あれでしょう。さあ次2番を引いたのはどうやら小高のとこみたいですね。小高がどこに行く。小高は週刊連載始めました。マオのどこに行く。あら、
さあ次がとフジモンのとこですね。フジモンがじゃあ残ってるのが武装戦線、そう身内を狙いに行くのか博士野口を引くかと博士野口のとこですねに行った。じゃあハジ君のとこは申し訳ないです、くじ引きする権利がないので大磯は武装戦線一番きついとこですね、そこに行きましたと。じゃあ早速ね、プチモリとホワイトギー、ホワイトギーはもうあの1人目がザンギーフって決まってるので、プチモリ 1P、2P 選んだ上で先方プレイヤーを申告してください。 1P、2P もプチモリ1位抜けチームが選べます。1位抜けチームはあれですね、もうすでにあの 1P、2P どっちの席取るかプラス1人目誰にするかっていうのを決めといてくださいね、よろしくお願いします。さあじゃあ決勝始めますみたいな感じのあれをちょうだい。はい、じゃあね、コメントもらうのは決勝戦だけです、うん、はい、はい、じゃあ決まったかな。さあ先方戦はあ決まりました、はい、それでは時間がないんでいきましょう、決勝トーナメント開始です。よっしゃー、よっしゃー、さあ先方はネモブランカと、モミオザンギ、ブランカザンギという形になりました。まあここは先方分かってたので使いやすいブランカを出したというところでしょう。さあ行きましょう、まずはアントミから削ってリード取っていくネモブランカ。さあ対空当たんなかったが無理しない。まあ、このカードね、まあブランカ有利だと思うんですが、はいはいはい、結構やっぱワンミスが、ワンミス許されないですよね、まあ置き攻めも読み合いになってるんでどれかを選択すれば逃げれると思うんですが、基本は弾かなきゃ詰まないんですけど、なるほどなるほど、この間合いで立ち回ってれば大丈夫というところでしょう。ショーパンで止められても痛くはない。さあスラ当てに行く、削ってで、あとはどうしようか、タッチショーキック、ね、冷静、さあ、開幕フラパワー相当思い切ったことやってますが、このね、やっぱリバーラン食らいたくないですよね、すごくブランカ戦やった、リバーランには、まあ、返すかガードか飛びか、まあ、いろいろあるんですが食らっちゃうとね、一気に陣地も取られるんで、そしてこの削りで安定にダメージを取っていこうというところ、ブッシュうまい、よく見えている、さあおっとここでいけるがどうだ、あさあリバーサステップは難しいんですが、リバーサステップはね枯れないんですよね。ジャンプ大キック、ネモブランカが取っていきました。いやネモブランカかなり素晴らしい動きでしたね、最近のモミオかなり強いんですが寄せつけなかったって感じですね。さあ当然かぶせで出てくるのが分鎮とですね、先ほどから、さっきですね中野ブランカに負けてしまってますので、ここはね、再びですね、さあレッグから4段拾う、これ痛い大パンチ、あとはもう待つだけ。すみません、ギャラリーの皆さんもう少し前にお願いします。はい、すみません、一歩前に進んでですね皆さんで見れるようにしてください、よろしくお願いいたします。はい、ご協力座っちゃっていいんで少し前にお願いします。さあ一本取ったが文鎮の顔に余裕はない、まあ当然でしょう、決勝トーナメント。さあピオラナイが、ピオラナイがかなり厳しい、さすがのこの体力差は何かやっちまわない限り、しかしどうだ、あとこれはまだおっと拾えないが、まだ拾えないが全然残りカウント考えればいける、あっとこれはバレていた、バレていた、時間がない。さあタッチショーキック、うまく止めていく、大足中身返す、返し、ここはやってきました。さあブランカがリード、レック
あー3段よく確認しました。なまれか。あー3やっとミスった。ガードした。しゃがみ大パンチ。さあここでまあそうか、うん、ダルシムか、まあ、ダルシムでしょう。あ、まあ、残ってるのは竜ですからね。ダルシムでもバイソンでもというとこなんですかね。ペイロンに対する勝率の高さを優先したのかな。まあバイソンもペイロンはねネタ的にやられることはかなりあるん で、 そうなんですよ、ね、まあそういうのもありますからね。さあしかし4段ダルシムもペイロンにはこんなことになってしまうんです。投げ返しや非常に危険。トラブルトラブルトラブル、ストップです。鈴鹿どっからトラブル。あ違う違う、1ラウンドの途中から。はい、はい、さあとりあえず1ラウンドの途中からということで、はい、まあ多分違和感しょっぱな、あれなんかおかしいなおかしいな、あれラウンド2でようやく確信したんでしょうということで、分地今1ラウンド取ったが申し訳ない、ダルシム対フェイロンラウンド1からやり直しだね。多分投げ返しが出なかったわ、今そんな感じだと思いますよ。さっきもあれだね、1側の筐体ボタン引かなかったね。さあ、文鎮君もねそれで OK ということであれば、まあ、再試合ということでいきましょう。まあ、筐体トラブルはねどうしてもつきものなので、あとはキャミステージを時間が、はい、あそうキャミステージ、確かにキャミステージをそのまま持続させたいので、あ死なないようにして、死なないようにして、はい、ガードでちょっと粘っていただきましょう。倒さないように死なないようにうまく粘ってタイムオーバーまでガンガードみたいな感じのすごくうまいこと。まあ最悪2ピガーじゃあ1ピガーで乱入するまであるんだけどとりあえずまあそうですかね。わとりあえず粘って、ぶち左に向いて、ぶち君左向いて、左そうそうそういいね、いい笑顔だね、ゆとりあるから大丈夫。はい、ボタンチェックです、ボタンチェックです。さあさあさあ、なかなかねボタンチェックしてる松田さんを映したいね。レア画像です。レア画像ですかね。レア画像マザーさんのプレイ、プレイっていうか別にボタンを押してるだけですけど、レア画像です。結構ね筐体昨日ね夏の陣のサードで実はマザーさん決勝トーナメントまで志村健が上がっておりますんで、意外とそんなレアでもなかったみたいな。そうなんですね、それは失念。いやでもすげえな、決勝トーナメントも残ってんだ。なんですかね、元気かけそうそう松田みたいな、そういうすげえチームだな、すげえチームだったみたいですね。コーヒーねそれコーヒーですね。しかも松田さんが二人抜きとかしてたからマジだコーヒーですねだいぶ。まずああ今いいね、乱入してほったらかしてんだ、うん、あれなんだ最終的にどっちか勝つようにペチみたいな感じのラウンド4、ファイナルラウンドではペチっと当ててね、両方ゲームオーバーじゃなかったっけこのゲームって。あそうですね、ラウンド4はそうです。4ダラウンでやるとやばい。そうだ、ファイナルラウンドの手前でペチっとなんか当てておいてくれれば。最近はあれなんですよね、相打ちとかだとお互い負けになってカウント進んじゃうんですよね、うん、最近のゲームって。あれやめてほしい、いきなり3ラウンド目みたいな、あれやめてほしいですね。あれだから昭和しばらい引かなかったんかな、そのマサさんの千葉さつまき。さあ OK っぽそうですね。じゃあ文鎮くん殺せばいい、うん、今対戦 し合ってる同士で仲良く喋ってましたからね今鈴鹿と文鎮がどんだけ和気あいあいだと。結構、ね、それじゃあ文鎮君サクッと、はいはい、あれ優しいですねはい、あっという間。じゃあちょっと仕切り直して、文鎮君先ほど1ラウンド取っていたのはちょっと申し訳ないが、スタート初っ端から仕切り直しではい、では再開となりましょう。皆さん応援よろしくお願いします。さあ開幕レッグやりにいってるぞ、投げ投げ
なるほど、あえて潰して確認。なんだ今の今ショーパンで透かして投げをやろうとしたんですが、なんかショーパンじゃなくて中盤からが出てたのかな。あっと早い、おっとしかもフェイローが投げている、投げ返した。ちょっとしかしなんだかんだで、ピヨった、ピヨるかね、持ってる持ってる。さあしかし投げを入れてますね。危ない今のは。投げを入れてるのでなんかすかされてもフェイロンが投げてるみたいな感じでしょうか。ちょっと対策ですかね。おおっと、レバダイ危ない。あ、しっかり読んでた。ここは投げた。今日の鈴鹿持ってるな、強い。未だ連勝中。さあ白、ダルシム戦には定評がありますが久しぶりですからね。おっと今燃えたのちょっと痛いな。さあ強気でいく。さあグランドストライク、これはめくりからコンボいきました。あれはガードできないっぽいんですよね。リバーサー勝利出すしかないんだよねあれね。さあ竜巻合わせていきます、ね、おおマジか、リバーサーチョップ。さあさすがにやりすぎたか。しかしどうだ、昇竜ちょっとやりすぎたか。あ、なんか白もちょっと、あーいやーあれ引っかかるよ、まあ、しょうがないかな。散々スラから使い見せられたらあれ引っかかるよ。しかも画面あれ捕まえてからグランドサイコ見せられてから、いや今のは鈴鹿がうまかった。さあ続いて増税前の刹那と、どこだ、鈴鹿連勝継続中、なんたら、なんだ、週刊連載始めました。あいつ強えな。さあガードは できない、できんの、あ、中スラーできんの、めぐり合う。でもガードした後フリーじゃない、剣、あ、竜剣、まあ、ゲージやるときに中スラー、小スラーインフェルノは怖いんだよ。まあ、そうだね。さあ、ここ小高指定したってことはあれですかね、まあ、中村紫で魔王はいけると踏んだのでしょうか。でしょうかね、うん。さあもうじゃあ、さサクッと座ってスタートボタン押しちゃいました。キャラミスだけは勘弁ね、ゆっくり押してね。さあ江戸チュンリー対小高がいる。さあやっていきましょう。まあこれは当然だから小高を先に出して後ろ2人で魔王に行くという作戦だと思います。さあ開幕はどうだ、投げてさあ3人やりすぎ。しかしどうだ、これはガイルのペースがついてるが空体力は失敗。投げる、ガムった、体力はやばいんです。ガムってきました。このキャラのさあ下がりソニック、さあうまくガイルペースにしてやっていきたいが、ちょっとチュンリンのペースになるとゲージが溜まってしまう。なのでガイルはちょっと動き続けないといけません。その難しいところ。さあスタブに中足入る、中足お、今のリフト一歩勝ち。さあこれは削って OK というところ、裏剣入った、あと当たる。さあここでリバスピリバスピ強いですよね。諦めてください、訪れはごめんなさい、うん、訪れがどうか。
おっと、肩いく、あっと、サンマが出ない、サンマが出ないか、あれは落とす技が中サマーしかありません。ソニックを打った後に出せば相当安全、足払い、いや、よく打ったな今の打ち出しさあ、とりあえず削る中足、頑張って打った、相打ち、飛行剣、どうだ、どうだ、裏剣が入る、さあ、中キック、さあ、小高がまずは作戦通り一勝というところでしょう。レッドブルを飲んでグイッといきます。さあ、ここで西尾ベガ、西尾ベガ、音ずれに関しては本当に申し訳ないです。もう今更ちょっと立ち上げ直しができないのですいません。音なんだ、前ジャンプ、さあ、しっかり待ちますね、このベガ、下がってソニック、ここは行った、さあ、うまく相打ち取って、あ、うまい、投げる、あ、受け身ない、しゃがみショーパンチで一回寄せていく、あっと、今のは、おお、マジで、うお、すげえホバー、まあ、歩き投げしたが、行くしかないだよね、これもガイル削りがね、しかしこれは苦しい、あっと、さあ、どうだ、がダブル、さすがに苦しい、しかし相当今我慢しました ね、 今 ね、 サイコとかダブルに行きたいところに、さあ、さあ、スタイルパンチ相打ち、あっと、これはピヨリそう、ピヨらないか、おーっと、しっかりとサマーアグッタテイグ、あそこちょっと引きつけただと危なかもしれないですね。画面端に引っかかって逆にみたいなパターンがあって、スカーラルの時ありますよね。早出しで良かったですね。さあ、どうだ、ここは投げを避けてバックジャンプしている、再びソニックモードになる。さあ、体力はベガがリードしてて、おお、ここ裏剣、画面端に引っかかった時は裏剣が入ります。めくり、ここはガード、下がってソニック、ナイトメアを警戒、ノット、ここで、あ、投げ返し、いやー、ここは投げを失敗した、これは痛い、これは痛い、あー、さあ、うまい、アイジャンプ空対空しようとしてました。さあ、ここまでは青写真通り来ている、マオに3上がり、理想系できたね、すごい理想系ですね。さあ、大将マオどこまで行けるかといったところ、お、うまいな、マジか、すげえな、正気来たらうまいな、ちゃんと最大入れていますね、最大、この最大はすごいですね。さあ、これは釣られた、前ジャンプをやっていきますが、2択でサマー、お、マジで、え、あれ、そうなんだ、え、なに、今カラキャンサマーなのかな、あー、逆に前歩きちゃことかも大したもんですが、なんかちょっと歩いたようなように見えた、気のせいか、ソニックを綺麗に抜けましたね。さあ、投げ返していく、サマー打っていく、さあ、ここでもう一回投げて、どうだ、バックジャンプ、しかしハイクロー、どうだこれ、あ、ここでハイクロー、それが来るかね、マジか、今ハイクローすごいね、よう打ったな。さあ、ちょっと今自分に酔いしれてるような顔してましたね眩しい。さあ、ブランカ・ベガで魔王に行こうという作戦。
さあまずは中村ブランカ、ブランカとしてももちろん強いですが、数々のネタを持っているというのね。そうですね、特に大会では強い。やっとスカシローリング、初手を取ったら中村ブランカ。さあ今のちょっと遅らせてのスネークアッパー、ね、当てられない。そうですね、なんだかんだ体力追いつかれた。しかし空対空、ちょっと調子に乗ったか、うん、さあしかしここでも移動つかみ、タッチショーキックで抑えていく。ちょっとスカシローリング通しちゃってますね。まあバルブちょっと返しづらくはあるんですけどね。飛び込んでいく。さあ体力ほぼ五分だが、さあこれは怪しいぞ、難しいぞ、相当難しい。無理はせずチクチクでいくしかないか。飛びが入ると今のは痛い。さあどうだ、分からない、これできてテラーが出る。うわー、この引っ張り確定ですね。しかしこれは確定、これは確定。いやよく今テラー出したね。テラーがすごかったですね今ね。よう出したな、うん。さあしかしまだ3ラウンド3。あ、うまい。さあこれは得意の透かし投げ、電気でいったとこだったか、投げている。おっと危ない、危ないとこが来た。さあもうローリングつかみはないが、おうまい。さあ逃げるが、掴んでるのはブランカ。さあリードしてるぞ、出したいパンチ、飛んでいく。あーっと今のはどうだ、苦しい苦しい、ゼロドットローリングですよね、ローリング。なんか中村さんの煽りが今のローリングはちょっとでもちょっと面白かったですね。いいローリングでしたね。分かっている、100人が100人分かっているローリングでしたから、ね、今ちょっとローリング面白かったですね今。全員が分かっているローリングでちょっと難しいんですよね。引きつけてバックジャンプ投げか、とりあえず軽バックスラーでごまかすかとかね、ちょっと難しいんですよバルログは。全員がローリングで多分削り殺されるのかっていうところでいいローリングでしたね。さあじゃあ第3試合ですね。第3試合も先方プレーヤー決まってるので先方がとあそこは大磯と見えねえどこだっけのあそこは後藤くんが先方です。後藤くんが先方なので瀬尾くんをかぶせてますね。後藤くんが意外ですね、バイソンかと思いましたが、バルログ用に取りたいとかに取りたいんですかね。まあ、4代目は誰が倒すかということにはなると思うんですけど、まあすね、しかしあれですかね、バイソンでなくチュンリン、うん、だと思うんですよ、うん、俺もちょっと意外だ、アロママさんがなっていう気がしたんですけど、ただ今日ここまで一番活躍してるな、この後藤龍めちゃくちゃ強いですね。さあ対するは元竜使いのセオチュンリー。さあゲージが立った、お大足打っていく、あーと安いが、じゃあここでとりあえず画面端を入れ替える、うん、対空戦列、そうですね安いけど、うん、まあまあよしと、お投げる、珍しいずらし投げ。さあただ死んでないので微妙なところ。さあなんとかゲージを貯めたいセオチュンリー、危ない危ないとこ打たない。さあ、ああっと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 、なんか超苦笑いですが、さあこの超太陽型チュンリー結構珍しいですからね、他の地域にはいない形。さあ、さあ耐久が早い、先にゲージを貯めました。おっと、くらい投げ失敗かな。おお、マジかこの竜。ちょっと後藤さん、後藤さん今日強すぎない？なんかやばいですね後藤さん今日ちょっと強すぎなんだけど、どういうことなの本当。さあゲージを貯めると見せかけてそんな貯めてない。あ、ボタンかな、ボタンですね、はい、トラブル、ちょっと安
ー側がよろしくないのかな。B 兄弟であります増田さん、どこから聞かなかったのかな、ちょっとそれもありますよね。うん、11からやりますか。後藤さん一応いつ、あ、まあ、じゃあ1-1から、じゃあ1対1から1対1で、まあ、次の試合取った、次のラウンド取った方が勝ちということですね。さあちょっと水が入りましたが、さすが芸人さん、こういう時にパフォーマンスをこういう時に伝えてくれる、ありがたい。すごいですね、ありがたい。こういう時に、ちゃんとリアクションしてくれるというところですね。あれ、チャンプがいる。チャンプって笑ってるんです。あー、いましたね。チャンプカピタン初代SFC スーパーミコン全国大会優勝カピタンダルシム、して無敵時間をアピールしている。アピールしますね。無敵時間今結構いろんな、はい、ステージは合わせれないっしょ。うん、さすがに、うん、DJ ステージ、さっき言って誰ステージだったっけ。 DJ ステージ、え、どうした。失礼、ちょっとあのシーンとしてるのもあれなんで、とりあえずね、なんだ、残り40分、結構してます。いや、ギリギリギリいける、ギリ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 、もう始…ボタン一応あっちもチェックしてる風だけど、あー、あれスタッと押して始めてボタンチェックすればいいんじゃない。何をやってるのかな、ちょっとわかんないですけど。今何中、レバーがおかしい、違和感がある。あ、そう。が、そうなるとなかなか簡単な話ではなく、簡単な話じゃないですね。うん、どっちの方があれかな。実際そのレバー違和感、触って違和感と実際動かして違和感で違うと思うので、ちょっと言ってる側に確認さ、やってみて。試しに遊ばせればいい。え？あ、動かして違和感があった。あ、もうキャラが動く以前に。こうなんか回したりとかして、じゃあ多分あのさっきあれじゃない、あの二大進行の時に使ったんじゃない。いや厳しいね、そうすると。まあなかなかね、この辺もうだいぶアーケードの筐体も下手ってきていたりするところもあるんで、まあレバーとボタンは消耗品だからあんま関係ないのかな。とりあえずボタンはどうなのかな、ボタンをどうこうする方のが結局そっちの方が優先っぽいね。なんか早そうな気もしますね、うん、そうなると。セロ様多分そっちでやる。なんかこっちレバーがなんかうんぬんかんぬんらしいので、ちょっとホワイトボードの移動を、あれ吉岡になっといた方がいいのかな。そしたらじゃあどうしようかね。手でも振っとくか。え、うん、あの、ちょっと2ラウンド目を同時にしよう。勝った、あの、そのボタンのトラブルがあったら後藤君勝ってるから 2-2 でいい。だからラウンド1取ったら終わり。ちょっとあの違和感全開になると思うけど、あの後藤さんと瀬尾さん申し訳ないです、次の試合はラウンド1のみです。あ、1本取ったりとかいうのはしません。しない、うん、同じだ。ゲージ持ち越しとかないから時間の問題もあるんで、1ラウンド目の1本勝負ということでお願いします。DJ ステージだったの？再開、そちらで再開お願いします。1-1で。ボタンチェックだけして すぐに。え？ああ、じゃあラウンド、じゃあ先にじゃあ瀬尾君取って2本目後藤君取って、そうだね、根性値確かにあるからね、申し訳ない、しょうがないです。じゃあ、あのサクッと、じゃあ、あの瀬尾君、チュンニー殺して、あ、チュンニー、リュウ殺して、で、後藤君、その後ラウンド2でサクッとチュンニー殺してください。確かにな、1ラウンド目と3ラウンド目やっぱ違うんすかね。違うな、確かに、うん、減るねえ、ショーパンチね。さあ、ホークステージになりました。さあ、じゃあ後藤君同じようにあのサクッとチンに殺してください。さあ、まずチェックですね、ショーキックのチェック、これは大丈夫そうなので、アッパー昇竜拳、アッパー昇竜拳、アッパー昇竜拳、さあ勝負の3ラウンド目、ここから再開になります。
さあお互いちょっと精神状態難しいですが、さあゲージためゲージためでスタートしております。飛んだのは後藤龍、画面端維持しつつ、しかしここで気候圏打ち返したが、さあ龍はゲージが立った、うわこれは強気に打ったが、強気のファイヤー、これは抜けない。あっと、っとこれは見ちゃったね。あ、よく投げ返した。おお、抜けるのあれ。あ、しかしちょっとどうだこれ。うまい。うわ、しかし中国戦強気。今の中国戦すげえな。暴れどころじゃないですか。完全にチュンリー頑張って台足ですよ。何も打たないまであそこ。さあ2人目出てきたのはアラバマ。後藤さん、後藤さん強すぎる。さあかなり北海道という地投げて土地なので強い強いとは言われながらも対戦に偏りがある感じですが、やはり強い。さあゲージを貯めてとりあえず打っていく。これはちょっと意外な感じだったな。おっとギリギリのところでかわしているゴートリュウ。さすがに引っかからない。よく中盤は入れましたね今。地面にそういうの超うまいんですけど。さあ着ですが一歩早い。中央数ダイエットで抜ける。さあ二択の下段を混ぜる。さあこれはチラシ痛い。おおクソ減った。思ったより減ってないね。5ですね。5ですか。うん、今のは投げ角でしたがね。さあ見てからしっかり、ここは見てからいく。ほう、さあゲージがもう溜まっている。ゲージが超溜まる。どういうことだ。うー勝利投げる。先ほどは下段を混ぜた。じゃあ赤身大キック。おうお、しっかり反応してる。うまっ。とりあえずどうだ。ゲージが溜めたい。ゲージがだ。間に合わない。いやいい試合でしたね。さあ出てくるのはオッペンマイ。さあ、うまいですね。苦しい。バイソンの暴れたい技をことごとく潰している。しかし、振り向きクレイジーあるぞ、あるぞ。当てて、おお、掴む。さすがにもう行こう、超パンチ。冷静、冷静マン。よくあの歩き掴み通しましたね。通きましたね、今ね。わっと、ちょっとオペ前が怖くて手出しづらくなってるか。あっと、しかしチク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 当てて体力をだいぶリードした。うおー、バックジャンプ許さず。あーと、今度はどうだ。うわー、マジか、そっち。あー、今投げる。多分アッパーヘッド入れてたと思うんですけど、うん、完全に読んでましたね、今ね、うん、完全に読んでました。歩きだけ。さあ3ラウンド目は1点。オペもエースだが投げる。強気強気強気。ダイヤシいい掴む。強くね。ねじ込みましたね。太いですね、さあ問題のキャラ。さあ問題のキャラです。問題のキャラです。このゲームはこの男のためにあるのかどうか、今試練の時です。多分ね、アラバマさんも対戦経験どうなんですかね。どうしようね、全然ないと思うので。
おっと珍しく耐久ミスが始まりました。開幕開幕前ジャンプはでもかなりあれですね、覚悟を決めてる感がありますね。そうですね、やってやるぞ感あります。さあとりあえずゲージを、あっと S 坂はジャンプ攻撃も強い。さあそしてこれなら見てからいけます。うおー6、うっと飛んでいる、大大さあピオヘッドでピオらせるリーチ、やっぱ弾くともう終わりに近いんで、なんとか開幕ヘッド思い切っている。さあこうなると、おさあなんとか、あバカ出ないだが、あーどうした、あるか、どうだ、タイガーが打ちづらい、タイガーが打ちづらいぞ、打ちづらいですね。ダイヤシう、うわひりつく、あっぷ、あーここで弱今500点クレイジーではギリギリ削れない体力だったのは幸いした。さあ4代目ペース、うわこれ痛い、うわーってなったけど、あー分かってる、しっかり暴れている、しかし対空しっかり落としたけど、あー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 うわー立ち台キック、4代目踏ん張る。さあ大将ハジ DJ、 キャラ的には相当厳しいですが、いやですよね、あの逆に4代目も X 時代はですね相当 DJ に苦しめられてたので、あ、いや DJ きついっぽいよこれ、あ、なんでやっぱ S にしてここは貸したいというところだと思います。さあ S 探せ戦は課題だと散々カジさんから私聞いておりますが、ちゃんとやろうとしたんですね、S 探せ戦をいろいろ考えてはあるみたいですね。なるほどなるほど、さあ対象戦、普通に考えればさすがにエスタが、しかし相性取りに行きました。さあもう苦しい、ただこれショージャックがあるんでまだちょっとマシといったところでしょうか。うーさあやっとダイヤシにダイヤシ、これをやられるともうエスタがガードリー、これどうすんのエスタがもうガードリー、ダイヤシ対空よく見てる、いやかくってるね今かくったねそばっとカルマが出ない。いや確定、おマジで確定ですね、かくっちゃやばいだろう、全然飛びが間に合わない。そしてこのスラにダイヤシだから上手い人がエスタが使うなよと、あそういうことですあそばキャンソバットもスラキャンソバットも抜けきれず、あいが無情いややっぱでも X ってあんだけできたやつですからね、まあ、あのスライディングに差し返されちゃう、いやー大磯悔しいね。さあじゃあ A、B が終わって次じゃあそのまま間ね C、 いやいいですねグッドゲーム。さあ、GG、カテゴリー 7A とムーディーブルース、これは D ブロックの再戦になるんですね。しかしあれですね、あのジョジョのアニメも終わったばっかりですか、やっぱなんかムーディーブルースとかってやるとちょっとかっこいいですね、やっぱ確かにかっこいいですね単純にバイパーさんの中で結構似合ってるやつもあるんですよね、あのねさあちょっと押してはいるので次の試合もですね先方とか、決めといてもらってですね、さあ野口君見てから、先ほどすでに1回勝ってる組み合わせになるんですね。野口君見てからふたちゃん、まあやはりねバルト戦得意ですからねこの竜は。
さあバルログ戦には自信があるでしょう、ふたちゃん。おっと、しかし野口さんがかなり先手を取っている。いくら自信があっても勝利が出なければという話はやっぱり。おっと、おっと、負けんのあれつうか、よくこういうところでなんでパクパクだったハイクローのケアができますよね。うわー、第5勝利、よく見てる。さあ、あれよあれよと体力5分、集中、これが大事。おっと危ない、踏みそうになったが、ハイクロー見てから間に合ったまである。立ち上げ、うまい。あれ、なるほど。さあ、しかし寺チカッと溜まってる。裏から行く。おお、うまい、投げに行くのがうまい。さあ、野口さん、ここに来て覚醒か。ちょっとふたちゃんも困ってますね。勝手が違うといった感じ、勝手が違うといった感じ。あ、これは打てた。あ、これはやった、やったか。ガードした。中ボス、あーっと間に合わない。今前飛びされてたら危なかったですが、あ、早出し、なるほど、あの早出し。さあ、手前打ちバレましたが、トップスピンをミスっている。しかしゲージは立ったので、これはどうだ、結構食らってしまう、詰めもない。ダイゴス、これはダイゴス。さあ、相談している。使いどころ、さあ、フォークですね。まあ、ここしかない的な、ここしかない的なのがありますからね。さあ、バイパーフォーク対ふたちゃん龍。さあ、していく、今度の勝利が出る。さあ、あっという間にこの体力差。シンクはさあ、なんとか避ける。さあ、先打っていく。昇竜が出る。うかつなコンドルが打てません。めり込んだが、これは確定。さあ、一回捕まればというところだが、さあ、ふたちゃんがゲージを貯めつつ、飛べるもんなら飛んでみろと波動拳を打っているので、打たない、打たないときは打たない。そして安全なときだけ打つか、どうだ。ここでもう一回しゃがみ立ちに行く。ここもシンク読んでいる。回していく。今の一連の攻め見事でしたね。あっと、ちょっと今危なかったですね。あ、うまい、中パンチ、あ、竜巻を射ぬ。てか今大竜ですか。勝利が出る。あっと今コンドルだったっぽいですね。おー、いやー、中パンチ。ただまだ分かりませんからね。あー、対空波動、低空すぎましたかね。足払いを狙った低空すぎるコンドルなので、波動拳には引っかかっちゃいました。さあ、大将博士に課せられたノルマは3枚。しかも相手はふたちゃん、フジモン、ゆうべが、これを3立てしなければいけない。ふたちゃんがまだ一番楽ってのがやばいですね。さあ、ところ変わって剣ステージ。まあ、キャラ的にはね、全然ダルシムいけるんですけど、まあ、そうですね、キャラ的には DJ もベガもいけます。
これはかくってないが、こちらも手を伸ばしたとこなので、もう一回ちゃんはため力ですね。5ヒットはせず、さあこれは必要経費、あー燃えたが、そうとりあえず削れば OK。 お使っちゃう、これはどうなんだ、3回目か、3回目の進化、3回目はきつくねえか。ああ3回目、3回目マジで、いやーふたちゃんの底力、投げる、よく投げた、さあ今のは見てから打ちしたな、どんだけ歩くんだ、ここでファイヤー、ああちょっと低い、博士もちょっと硬いですね、やっぱこれだけ思い切りやられると、さあスラでも避けますね、うまいな、ちょっと今危ないファイヤーでしたが、あチンクでフルヒット昇竜拳、今裏の裏で掴みに行ったんですけどしっかり返しましたね、裏か大勝利、さあ今のところフジモンさん出番ないんじゃないですか、エア、さあこれじゃあ抜けたのが1位同士になるので、あの先方は申告してください。じゃんけんでワンピースピン、もう終わってんのかな、疲れた、終わってる、ありがとう。したら、右側もあれから、右側は1位抜けと2位抜けが別個になってんのかな、うん、そうね、あ、そうですね、うん、右側はそのまま継続ですね、後藤君が先方というふうになってるので、今勝ったふたちゃん、ゆうちゃんとフジモンは先方決めてくださいね、サクッとスタートで、はい、先方は鈴鹿が先方で、中村絶好調の11連勝の鈴鹿と、まあ、中村さんもさっきねいい試合やったんでしましたからね、ええ、はい、かなりいい試合ですが、あっとこれはさあいきなり電気が光ると危ない、あこれ有利キャラで先方ってなると割と誰しも難しいですよね、勝たなきゃいけないっていうプレッシャーがあって、確かに、まあ、何甘えてんだって話なんだけど、しかも画面端を維持しながら投げている、中村さんがね相当ねこの組み合わせね研究してて、はいはいはい、ですね、ドリンクの販売終了しますので、飲み会の準備がありますので、電気の当たり方がうまいすぎる、電気が当たらいいやみたいな、そうあそこはファイヤーがいいんですよ、はい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 、でそれに対しては裏が前飛びがあるんで、はい、確認になってて、まあ、ダルシムが安全に行きたいんだったら何もしないっていう、ただ何か出したくなるんで、このままヨガファイヤーモードにさせないように初手を取っていく感じですかね、本命そこですね、やりにくいっていうか、ただ今回は鈴鹿のあ、あれがいいんだが生きてる、これはさすがに、しかし行く、いや今ピヨンなくて持ってるって思ったんだけど ねこれは鈴鹿の連勝、ここでストップしてました、でも十分ですね、いやこ、そっか、ここで MB 出さなきゃいけないか、俺小高田 MB 超見たいんですけどね、結構いい勝負だな、小高田 MB 見たいですね、まあ割とこれバイソン圧倒的に見えるけど意外と駒さんと勝ってんだよな、そう勝ちますからね、まあとはいえダルシムとバイソンどっちがきついんだろうなおい、よくガードした、これはバイソンがちょっとリードしてるが、紙が入ってスパコン溜まってるんで、ちょっと厳しい、あっと、うまい、ここで逆に来ました MB、 今のねグランドストレートと見せかけて裏の MB らしい選択肢ですね、ラッパからね、欲望の投げっていう、まあ、足が速いのと投げ前が広いっていうのがねバイソンはやっぱ強いですよね、よくガードしたさあ電気が非常にいいところで置いてありますね、暗い暗いヘッド、あこれはめくりに行ったか、これは素直に噛んで
もっぺんかけも亀に行った。いやこれまだ分かんないぞ。さあ出していきますね、ローリング。まあ出しとく、ヘッドしかないのかなあれは。さあファイナルラウンド1-1。さあ上ちゃんと出してる、ね、ヘッドは溜めてます。見てる上うまい。タンパンチ溜めてなかったんですね、ダッパーレタル。あしかもローリング移動抑えていきますね。これはかなり MB はいい感じで、おいいガード。あー逃げてる。さあ前離してラインも上げて、体力的にはかなりリードしてる。もうこれコンボさえ食らわなければっていう。今のガードは抑えてます ね。まあヘッドが上が見える。しっかり削って前に飛んだ。あーマジか。え今バックステ追っていく。バックステ読みだよね。すげえしかないよね。 あと垂直か。あと周り的にあれじゃないか、もうワンチャンアッパーゴチゴチでよかったね。ああ確かに。まあさすがに紫でしょうね。体力的にかなりリードしてたから、まあ強気に行くかっていう、早め早めですよね多分。そこで強気に行くのが MB の強さですね。あバイソンにねあれやられるとね、ほんとね折れるね。まあ MB 対小高みたいですが、さすがに紫。まあこれもね全然いい勝負ですよね。いい勝負ですかね。って言ったら怒られそうですけど、出が使いに。あまあでもまだいける方なんじゃない、ベガとしては。これはしっかり、足かは届かない。ガード、これは掴んで、ヘッド、ヘッド出せ。これ MB っぽいな。あ今のヘッド MB っぽいですね。そうだね。コパンクレイジーは 出ないの。中盤クレイジー、まあ、出ますけど一応。コパンクレイジー。あ、コパンクレイジー。あえて中盤にしたのかな。まあ、ミスるとね。おお、ヘッドが当たる。見えてるぞ。あ、これ受け取ってない。削って。ヘッド出すね。あ、紫もヘッドに当たらないようにうまく最新の立ち回りをしますね。めくり。ちょいリードは紫。あとここは離していく。ただ安かったか。あとバックジャンプ。当たる。いやーかなりきつそうだ。投げている。しっかりガード。リードしてるんだバイソン。残り20秒。アッパー。いいアッパー。うわーダンペショーキック。これは耐えできなかったか。MB が見立て。で小高か。紫しびれた顔してんな。紫今の悔しいですね。残ったのはバイソンと、ブランカに対してガイル。さあこれが見たかった。ダヤシさあ歩いてダヤシ。最近小高は確かにダヤシ多様ですね。ダヤシもいいですよね、うまく当ててくるんですよね。いていていて超いて。しかも溜まったので、ジャックソニック。あーこれは見てから減った。いやしっかり減ったリーチ。超減ったマジリーチ。これ勢いあるなこのチーム。中盤で返す。さあオモブロジマイジャンプ。あ体験ミスった。ほほうまい。うますぎる当て感がうまい。ただここはソニックでバリアを作る。 MD としてはゲージを貯めたい。ガイルはちょっとライン上げたいですよね。ここはもうスパコンさえ食らわなければっていう。いやでもこれ圏内に入ったら今の強気よく打った今よく打ったね今よく打ったね。穴掘っちゃったね。さすがに打たねえだろっていう。上ストレート小高が今の2番とかでやってきましたね。ソニックソニック。いやー MB はうまいことを散らしてますね。まあ散らしてますよ。相当我慢してます。いい大パンチ。単パンチ溜まってるよね多分ね。大パンチ。いやこれはリードしてんのはガイルだけど。どうした。ワンチャンあるぞ。よく外した。しばしば重ねてソニックで。あーやってる。よく勝った。3対0。
MB でもちょっと昔とか言って我慢強かったね。ねえ、すごかったっす今。パナすときはパナしに行くし、ね、我慢強い時がすげえ我慢強かったですね。なんか関係の付け方が、うん、さあ決勝残ったのはプッチモリ。これちょっとすごいですよ MB。 やっぱホカゲやってちょっと成長してきましたかね。うね、うん、すごい。で逆サイが優勝候補4代目チームとあとゆうちゃんチームですね。しかも実質もし、うんうん、あのプッチモリってだって4代目チーム1回勝ってるから実質今のところ全勝ですね。いやすごいです。ちょっと MB 悲願の優勝あるかもしれないですね。でカテゴリー 7A のなんかチーム名ってなんかどういう意味っていうふうに思うじゃないですか。聞いたんですよ。ランケーブルですか。なカテゴリー、そうカテゴリーはなんか範囲で、うん、はいはいはい、7A っていうのは一番回線が早いっていうんで、うん、はい、はい、なんか我々は一番プレイヤー性能がいいっていう意味らしくて、おはっとか思ったんだけど、なんかゆうべは考えたらしいんですけど、ゆうべはそういうの好きだよね。確かに。お、流々で行ったのか。流々で行きましたね。しかも身内対決、まあ、後出ししたからふたちゃんが相当自信があるのかな、うん。さあしかし今日の後藤さんはちょっとやばいですよ、ね、今日の後藤さんは本気でやばい、やばすぎる、マジでやばすぎる。え、あれ繋がってんのか。今日の後藤さんはやばいですよ。ああ、確かにしっかり重ねたね。今なんか中盤重ね読み竜巻読み中足みたいな感じでした ね。なんか一周回ってたの。投げるガッタちゃんもさすがにこのままでただではやられないと。画面端に押さえつけて真空を溜めるスタイル。もう溜まった。対する後藤はまだ半分しか溜まってない。体力リードもしてるので、佐々木ですよ、まあ、早めに打っていくとスタイルですよね。ふたちゃんは竜巻しか打ってね。溜まった。後藤はこれ一発目。対するタルタちゃんは2回目ですね。しっかり外して前歩き、一気にラインを取り返す形だ。さすがに厳しいか。残り10秒。さあ、と波動波動と飛べるもんなら飛んでみろという感じですね。開幕波動を打ちますね。消耗量早いし、まあ、竜巻あるんでね、うん、まあ、早めに落としていこうという感じですね。これはしっかりさあ、こっち上がっていた。下段でいく。消耗量やらせない。欲望すぎるだろう。うん、これは残り50秒あって、ああ第5スシンク行ったね。昇竜拳怖かったけどね、うん、まあ、後藤も用意してなかった感じですか。コマンドはなんかええったね。ガクガクって一瞬、ね、して屈伸でシャガシオパンでしたね。なんかが化けちゃいましたね。あスパコンのあの暗転でコマンド止められたっぽいっす。まあ多分昇竜だろうね。スパコン返すんだったら多分大パンをしてると思うんだよな。お手前が2人目で、これはエスタが温存ですか。まあ、ゆうべが不死門ですからね、うん、まあ、確かにバルログとしては、うん、その2人はかなりきついんで。そうですね、竜を先に行った方がいい、ね、早めに、あの、うん、まあ、そうは言ってもふたちゃんなんでね。そうなんですよね。飛び越し投げ強すぎない。強すぎですね。竜が何が正解なんだろうね。投げる、いい投げ、投げ、さあ、特に投げ、これは投げ返す、歩き投げで返し、中足、あと、これは大勝利がミスったか、確定、いい形でね、めくり当たったんですね。どうだ、ジャンプバキック、あー、歩き投げ、いや、強気ですね、オペ前はようやく、これは先ほどの DJ サガットを見せられたら、まあ、先に、先に D でしょうね、フジモン初試合。いや、準決勝で2人目で初試合ってのもしびれるね。すごいですね。昨日の東西戦でも大活躍ですね、フジモン DJ。 まあ今やシングル単体プレイヤーだと最強なんじゃないですか。あのスターカップも優勝したし、はいはい、そうですね、しっかりとコンボ込めで。これは手前落ちはしっかりと返して、相打ち、今回はバルログターンか、しっかりガードして、
うまくジャックをかわしながら、そうですね、うん、やっていってますね。ジャックも引き付けやんないですね。スタポコン溜まった、これはあー手間打ち、なるほど、しっかりね、うん、まあ、スパコン怖かったんで、ね、バックジャンプ大キックだと思うんですけど、歩きすらうまっ、うまい、うわ、しかもピオラナイがピオラナイ大パンチ、これさすがにバルノルといえども、あ、しかしどうだ、モードに入るわ、まあ、これがあるんですよね、 DJ はね、で、これで逃げれるので、いやバレてる、めくり、あとミスったか、刺激キック、うまい、コパンエアスラー、今のうまくない、うまいな、今のうまいですね、ちょっと下がってコパンエアスラーはやばいな、テラー出しづらいとか、でもね、あんだ、テラーもあれ当たれなそうだね、当たれなそうだよね、まあ、バク転、バク転ぐらいしかないのかな、問題のキャラが、ボスがもうダルシムいないですからね、あ、鈴鹿がいるのか、いますね、さあ、先ほどの DJ 戦を見てどういきますかというところですね、ちょっと積んでるような気がするんで、あ、うまい、うまい、もう、マイシャンプで逃げる、無理やり行ったのが荒になったね、ちょっと画面端でエスタがまずくない、まずいですアパート間に合いそうだったんだよ、間に合わないですね、今前がちょっと遠かったから打たなかったけど、いや、あとなんかスライディング、見てから見てから、はい、ご苦労さんみたいな感じのアパートでしたね、どうせ打つでしょ、ハイポチいいでしょ今のやべえな、やべえな、これ涼しい顔してやってんのやばい、うお、マジで沖だね、知ってんな、ほんと、まあ、X であれだけね、頑張ってたからな、ここまで、うん、そしてスライディングを見逃さない、やばすぎる、ガードでいいでしょ、あとは、はい、ガードガードみたいな、やってて何もできないよな、いや、フジモンも相当頑張ってるんですが、いや、間に合う、厳しい、厳しい、打たない、打たない、いやここは間に合いますよ、いや、これどうすんだよ、きついな、ただ一人一冊で来たんで、この男が残ってるんでね、4代目をベガで倒せるのか、まあ、それとも決勝行ってリベンジ果たすのか、そうですね、いや、暑いですね、時間いっぱい使ってます、まあ、この組み合わせもね、ダイヤグラム難しいよね、7ぐらいあんのかな、エッサガでしょ、ね、エッサガはエッサガなんだけど、7なのか8なのか、結構やっちゃった、しまった、ボン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 と蹴りすぎたよな、いや、さすがのユーベアさんも、こっから逆転は無理だわ、まあ、めくりがね、ベガはね、第2が2投するんで、すごいコンボ痛いですよね、さあ、リーチ、お、これは投げ返した、これですね、これが問題、まあ、エスタの弱点としてはね、受け身がないんでね、投げに行きたいっていう、はい、投げ頑張れなきゃいけないですね、いや、バックジャンプで投げ逃げますね、回避、あ、これはまずいと、ピオチャ、ピオチャ、やばいやばい、さあ、落ち着いた、時間経過したんで、ダッシュタイムパンチ知ってる、うわー、バックジャンプが入っている、あまりにも強すぎる、キャラパワーがありすぎる、さあ、決勝戦は先ほどのリベンジとなりましたね、これは一体で、プッチモリはもう先方をまた選んでくださいね、あちらは後藤君が固定です、で時間ない、どうする、そこら辺はお任せで、じゃあ一人一言ずつ、じゃあサクッと一言だけもらいましょうか、はい、じゃあカメラください、あ、じゃあ両チーム決勝戦戦う、プッチモリと、武装戦線パート2、お集まりください、6人の方々は壇上へ、6名の方々壇上へどうぞ、はい、これは8時過ぎちゃうね、並んでください、じゃあ、今先ほど終わった武装戦線の方からコメントもらいました、じゃあすいません、お名前と一言コメントお願いします、後藤です、まあ、さっき予選で1回負けちゃってるんですけど、このチームに、まあ、データは揃ってるんで、データみんなして、もう2度はないと思います、データチームって感じだよね、怖い、後藤君がマジですね、顔が、後藤さん今日やばいですね、本当に気迫がやばいです、4代目です、まあ、去年も2位で終わったんで、
今回は優勝してもうええって全国、級の大会を制覇したいと思います。お願いします。あ、どうも、オペマイです。ちょっと今まで本当に情けない戦いしかできてないんで。いや、そんなことない、そんなことない、そんなことない、本当にちょっとこのまま負けるにしても勝つにしてもちょっといい場面見せたいなと思います。ほんで、あの4年前にマニアで出たチームなんですよ。そんでパート2なんで、なるほど、その時のリベンジをしたいと思います。よろしくお願いします。こっちから行きます、こっから行きます。じゃあ名前と、はい、デモです。この大森のチームで毎年3人で組んできてここまで来れたのが初めてなので、ちょっとこの機会を生かしてこれ絶対優勝します。よろしくお願いします。頑張れ。あ、 MB です。このメンバーでずっと勝ち上がりたいと思っていたんで、巨大な壁ですけれども全力で立ち向かいたいと思います。よろしくお願いします。鈴鹿です。ちょっと3番目に喋るんで2人に言いたいこと言われちゃったんですけど、まあ僕ちょっと一つ初めて6年ぐらいなんですね。なんで初めてこういう大きな舞台に来れたので、なんとか熱い試合を見せられるように頑張ります。お願いします。はい、それじゃあ最後の1試合、最後の1試合ね、皆さんで声出していきましょう。じゃあ実況解説席お願いします。はい、スタジオ1ピース2ピースプッチモリ選んで、はい、後藤くんが相手がもう固定です。さあどっちに座る、ワンピー側に座る、そして後藤の竜見て誰を行く、そこら辺はあれか、まあさっき試合終わったばっかだからですかね、決まってなかったんでしょうかね。 MB かな、まあブランカーはちょっと行きづらいけど、うん、はい、はい、決まったかな、ブランカーが行くのか、 OK 決まりましたね。したらじゃあ XS と2019ファイナルバウト決勝戦スタートでーす。さあワンピがプチモリは鈴鹿、あ、行きましたね。まあ6年でね、若手って言われる業界ですからね、若手対ベテランですねそうですね、ワンピ側は若手です。見た目はなんか逆なんですけど、わ、開幕前、開幕足払い、後藤さんもやる気満々ですが、ここはフレーム勝利権、ここがカードになっている。いや、今日の鈴鹿はね、割とダルシムだとなんか選ばない選択肢をどんどん選んでて、うん、そうですね、それで、それはなんか正解を、そう、こういうね、スライディングから勝ってるところで、さあ、スラストこすって、うまい、今のは中パン、まあ中達かな、中達ですかね、中達って判断して、はい、立ち中パンに早めにしましたね。鈴鹿の動きが相当いいですよ。いいですね。まあ、後藤君もね、相当ね、ダルシム性うまいんですけど、うまいですよね、被弾しないスタイルで大勝利、這い出しできました。今のはちょっとワンピーが取りいったのかな、これはインフェルノは打たない、インフェルノがあるぞ、インフェルノ打って投げる、そう、こいつ強気なんだよ、あまりに強気、いや、あそこ俺100いかないですからね、投げ100いかないですよ、100いかないですよあれ勝利で割られたら2択きますからね。逆言うと竜あれ勝利で暴れるしかねえんだよ。そう、投げはちょっと遠いから、投げ前で負けてるから、逆にこれで倒さないと、そう、エスタがダルシムになっちゃうのでね、うん、だいぶきついですね。いって、いや超減った、もう半分、よく外した。さあ、クリスタルの方行った、早出し、ダイパーチ、なるほど、そこはドリル読みでしたね、読みですね、まあ、ちょっと浮いたの見てすぐ押した感じですかね。さあ、ライナンド、まずはヨガファイヤー追っていくが、いや、画面外したんだけど、逆にダルシムが攻める、今テラー待ってたのかな。さっきの試合の時散々テラー出されたからね、そうデータ揃ってると。さあ、爪を拾い直して、登り上げて、さあ、ボケってうまいが、テラを出す、それでも出す、ヨガはいい、当たった、当たっている、今の K バックになったから、 P バックになったですね、 P バックになったら避けたのに、ちょっとな、
鈴鹿に本当流れというか来てますよね今日は。いやしかし、バルのペース分からないが画面端なので削り優先、チャージ大パンチ、ゲージも溜まる、どうすんのこれ。さすがに2回勝つのはきつい、厳しいが、じゃあ上がって強パンチ、なるほど、あれ置いとけばね、多分ドリル読みの、まあ本当置いといて無難なんですね、もうスライディング以外には勝てるっていう、さすがにバント知ってますね、さすがに知ってるね、うん、さあそこにネモですね。まあそうですね、まあもうエスタが残ってるんでここ出しとかないと。さあ2人目同士、プッチモリとしてはまあ一応これはあの展開通りというか、そうですね、悪くない感じですね。らしい、まあ、とはいえブランカも厳しい組み合わせ、いけるっちゃいけるんですけど、いけるっては言うけどみたいな、まあ最低条件は先にリードしないといけないからですね。こうなると非常にポイントが絞られてくるので、バルドカ側としても対応がしやりやすくなると。あーっとバックジャンプしちゃった、前捨てかないだろ、ショーローリングじゃないかな。あ、ショーローリングか。そして今の痛いですね、このスライディングにスライディング差し返し、非常にうまくできている。いやさあもう待つだけ、待ってるだけでいい、これテラ温めながらね、立ち、テラ温めながら待てば OK でしょう。あ、どうだ、ワンチャンあるぞ、ワンチャンがあるが、しっかりローリングが見ている、テラは溜まってるんです、テラは溜まってるんです、あの間合いはつかせないもんね。間合い調整は相当難しいよな、ブランカは。まあ、オペ前はね、本当ね、ここでやっぱり活躍しないとっていう思いが出てますね、冷静に冷静に来てます、ね、冷静ですね。あー、しかしちょっと焦ったか、いやここは大ローリング、まあダメージ勝ちはしてるか。あのローリング見てからスライディング偉い ね全部返してるね、全部拒否できるっていう、うん、あれはもう前捨てしかないのかな、というかバルロ側に正解があるんで、なんとか紛らわせないとっていうミス待ちになっちゃうのかな、相当厳しい体力はまだ、体力があって届かず、戻りに沈め、無情な中盤が刺さる。ただ先ほどね MB 大活躍だったんでね、そうですね、勢いがまだ、勢いがあればいきましょう。さあ今後藤君からオペ前に劇が入りましたね、三立てがかかるか、大パン、うまい、早め、今日大パンうまいですね、あいつ、いや、ぴょっと、酔ってしまう、一回投げて、イズナで投げて、置き攻め継続、もう一遍、よくカットした、投げ、投げ、さあ、リーチ、リーチ、あっという間にリーチ、リーチです、ちょっと会場盛り上がって、リーチですよ、まあ、言うて、関東でやる、さあ、中盤は入るぞ、いや、これは大パンチ、半分減った。ガードしたいが、ガードした、投げる、投げる、あーピヨっちゃった、中パンチが入って、優勝は武装先生パート2、おめでとうございます。いやー悔しかったな、ぶっちもりな、一度は勝っているチームだけに、いやデータ揃っちゃいましたね。まあそうっすな、まあ2度勝つのはさすがにこのチームには厳しかったか。いやでも4代目でもビビってたはずなんだよ、ね、やべまたバイソンやだなみたいな。あーでもバイソンには負けてない、ダルシムとガイル、あれさっき、いやなんだっけ、さっき4代目 MVP には負けたんじゃなかったっけ、 MVP じゃなくて鈴鹿が3立てでしょ、3立てだったかな、なんかそうです、なんかバルゴに勝って、そうそうそう、で大将が S 佐賀で、確か勝ったはず、少数なんかインフィールドがなんか画面端で、ああそうだ、スライディングからのあれか、はい、ということで優勝した武装戦線パート2の面々です。あのはい、左から、こちら画面左から後藤くん、オペマイ4代目という順番に並んでます、おめでとうございます、拍手お願いします。はい、はい、じゃあちょっとですね、表彰状できるまで時間あるというインタビュー、先にインタビュー先にしちゃう、じゃあ優勝チーム1人ずつコメントいただきましょう。後藤です。
夏のこの X の 3-on-3 って20年ぐらい前からもうずっとやってて、もう最初からは最初の方はもう1回戦負けとかだったんですけど、まあ、今回こんな強いチームメートに誘ってもらって、こんなところまで連れてってもらって本当にありがとうございます。本当にあの20年間続けてくれた運営に本当に感謝してますし、チームメートにも感謝してます。この先また20年30年40年50年と続けばいいなって思ってますんで、よろしくお願いします。以上です。あ、どうも、オペ前です。大会出てから長いですけど、久しぶりになんかこうプレッシャーというか勝たなきゃいけないプレッシャーというのをなんか久しぶりに味わった気がします。なんか強キャラ使いの人は多分みんなそうやと思うんですけど、ちょっとまだまだ自分もヒールになりきれてないというか、まだまだなところあるなと本当痛感しました。いや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 、さすがに、まあ、真央さんをちょっと見習いたいですね、そこは。で、あとチームメイトに本当に助けられました。感謝したいと思います。あと運営の皆さん本当にありがとうございました。さあ、4代目、公約通り 4代目です、まあ、オペマイさんも言ったんですけど、みんなちょっと後藤さんだけがちょっと調子よくて、オペマイさんと僕が取らないといけないカードでちょっと落として、ちょっと調子悪いかなっていう雰囲気だったんですけど、まあ、なんとか優勝できてよかったです。で、去年と同じ日なので僕の今日は誕生日なんで。おお、そうだね、そうだよな、誕生日なんだよな。1年越し、おめでとうございます。27歳になりました。若いんだけど、 X 業界では超若いです ね18個した。4代目さん、インタビュー最中でごめんなさい、今回ので優勝したら一応一通り大きい大会全部優勝したんですけど、パンツ履き替えるって噂を聞いてるんですけど、あれはどうなるんですか。パンツ映す、そのパンツじゃない、そのパンツじゃない。今回どうだ、青いパンツはもう履き替える、もう終わりだって話を聞いてるんですけど、そう、あの約束はまだ生きてんのかっていう、未定です。おい。まあまあ、スターカップ優勝してないからね。まあそうですね。あ、確かにね、でかい大会ね。で、なんかそのスターさんが、僕は今日優勝したら、はい、スターが開くかみたいな。あ、本当ですか。あ、やるんだ。お前のために開いてやるよみたいな感じで。いい、ね、いいお土産になりますね。ためにと、うん、スター杯も頑張りたいと思います。ありがとうございました。じゃあちょっとここでお待ちください。表彰式やるんで、それまでちょっと解説席お願いします。いやー、どうっていうか、もう、まあ、なんだろうな、当初 そのくじ引きというか、その事前エントリーの段階でも、はいはいはい、まあ、優勝候補であろうと言われたところが、まあ、きっちり筆頭だよね。そうですね、うん、まあ、きっちり決めてくれたという部分では、まあ、よかったと思いますが、途中やはりそのプチモリ、プチモリ非常に頑張りましたよね。すごいいいとこ、いい試合たくさんあったと思います。あれはね、でもね、そうなんだよな、決勝多分違う方が上がってきてほしかったんだろうね。まあ、1回勝ったけど、うん、キャラ的には相当きついじゃないですか。まあ、どこのチームもあそことは当たりたくないですからね。ね、だからみんなそこ避けて張ってた感じだよね。だからしょうがなく、なんかあれですね、今日どうですか、MVP とか誰にあげたいですか。 MVP はどう考えても鈴鹿、鈴鹿だね。あれはアナリシブ使いってのもあるけど、あ、僕も実際負けてますけども、実際鈴鹿倒してきてるのが、うん、その世に言うそのダルシム戦が割とうまいと言われている人間、例えば白くんだったりとかを結構立て続けに勝ってきてるので、はいはい、で実際決勝リーグまで無敗の11連勝、そうそうそう、だから逆タク的なものがすごいうまくて、そうですね、まあ、これから多分鈴鹿さん狙われると思うんで、あいつ逆タクやってくるなっていうのが多分皆さんデータに入ったと思うんで、まあ、非常に今回のこの優勝した後藤君か鈴鹿か非常に迷うところですね。ああ、まあ優勝したってことで普通に考えれば、まあ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 、あるでしょうけど、まあね、確かに鈴鹿さん相当目立ちましたね。そうですね、目立った目立った、うん、であと MV のね、 MV も目立ちましたね。準決勝のあの三立てもう鈴鹿がすぐ負けちゃったんで、これはってなったんだけど、あそこはやっぱ毎年同じチームなんで、やっぱチーム力が、そうね、そうですね、毎年同じチームで出るっていうのはやっぱ大事かなと、まあ、もうずっと大盛りで同じゲーセンでやってて、うんうん、MV なんかね、他の組やってますけど、 X だけはこの毎回同じメンバーですからね。そうですね、うん、本当に、非常に、まうん、チームワークの高、チームワークの、ね、高さっていうのが、さあ、ということで表彰状が出来上がったということで、疲れ様でございます。
はい、今回もですね、漫画家の吉原先生に、僕お願いして書き下ろししていただきました。準優勝チームから、準優勝チーム、プッチモリ、プッチモリ、はい、プッチモリの皆さん、準優勝、あ、前に出てきてください。はい、X イースト2019準優勝おめでとうございます。見して見して。じゃあ準優勝チームの写真を。ガエルだ、ガエルだ。はい、かっこいいですよ。あと今日吉原先生遊びに来てるんで、あ、ほんとサインしてくれるかもしれないですよ。あ、そのはい、いいですね。もらった方がいいよ。ちょっと優勝チームにガエルがいなかったのが残念なんですけど、まあ僕サマーにかけてサマーソルトでガエルオファーしといたんですけどね。かっこいいイラスト、準優勝おめでとうございます。ガエルめっちゃ欲しいですけど。じゃあ優勝チーム前にお願いします。ガエルダメ、ガエルめっちゃ欲しい。いい絵ですね。ガエルめっちゃ欲しい。はい、優勝武装戦線パート2、オペマイ君と4代目後藤君、おめでとうございます。誰いきますか。じゃあちょっと写真撮りたい人がいっぱいいると思うんで、真ん中で持っていただければ。はい、写真撮ってくる。じゃあ撮影タイムといきましょう。武装戦線パート2です。もう一度大きな拍手お願いします。さあさあさあ、はい、大丈夫ですかね。はい、サイン後で書いてくれると思うんで、おめでとうございます。いい、じゃあありがとうございます。いいな。はい、というわけで優勝した、武装戦線パート2にもう一度大きな拍手お願いします。いらっしゃー、ありがとうございます。ということでですね、じゃあ、主催、まあ、僕も一緒にやらせてもらってますけど、マッツンにも総評をコメントしてもらいたいと思います。はい、長丁場お疲れ様でした。まあ、8時までに終わろうっていうので、まあ、若干オーバーしちゃいましたけど、まあ、全然許容範囲内ということで、の途中でね、あの2台進行をやらせていただきましたけど、ほぼ1台進行での試合動画残せるものは残せたんじゃないかなと思います。で、長丁場お疲れ様でした。で、今回はこの、まあ、夏の 3on3 というものが先ほども話題になりましたけどね、実際2000年ぴったりから始まったので、ずっと一応1年も間空けることなくずっと続いてるあのイベントになるんですが、今回ようやっと150人超えると。今まで150人というのを超えるのは、その 5on5 のかける5はあの何度か超えていたんですけれども、その 3on3 で超えるというのは非常に、まあ、遠い壁だよね、難しいよね。まあ、実際25年も前のゲームですから、まあ、難しいよなって言ってるところで、まさかまさかの、やるごとに、やる年ごとに右肩あたりの参加者で、来年とかもどうなんでしょうかね、イースクさんでできればやりたいですけど、正直今回、皆さんの熱気等で結構厳しかったですよね。はい、でも、まあ、できる限りはあのこういうような会場とか借りて、また来年、再来年、さっきの4代目のあれじゃないですけども、ね、20年30年きついな、やれればなみたいな感じで思ってますので、まあそのやれるためにはね、あの皆さんの、あの去年も言いましたけど、あのもっともっと地元のゲームセンターやあのコミュニティなどをすごい大事にしていかないと、今昨今やっぱゲームセンター厳しいので、でやっぱゲームセンターで自分のできる環境ですよね、その好きなゲーム、好きな遊び場、好きな仲間内たちと、あの楽しい時間を過ごすのはやっぱ自分らで守らなければいけないと思いますので、あの今後も今年、去年、一昨年以前以上にゲームセンターに足運んで、足下宿足を運んで、まあ、いっぱいお金使っていっぱいスキルアップして、ここに決勝戦ベスト4とかで残れるような感じになれればなと思います。なので今回はあれですね、あの前もともとの事前予想をしていた優勝候補のチーム、まあ、ほぼほぼがねベスト8残りつつ、で途中そのバンクルアスもありつつので、非常にいい大会だったんじゃないかなと思います。かなりあの若手勢がいろいろな部分で頑張って頑張って頑張って、まあ、結果的に優勝候補筆頭が優勝しましたけど、まあ、そこも、まあ、含めて X らしいっちゃ X らしいなというところなので、あの来年再来年以降もこのまま頑張っていければなと。あと古いオスター連中40、まあ、僕とかジャイアンさんもそうですけど40超えててもまだまだこいつらに負けないぞ、頑張るぞ軍勢、いいかな感じですということで、じゃあ来年以降も頑張りましょう。今年はお疲れ様でした。はい、ということで、じゃあ僕もコメントさせてもらいたいんですけど、まあ X 本当になんか見ててすごい面白くて、今年もすごい朝11時からこんな遅い時間まで、あのすごい試合いっぱい見れて、本当に皆さんありがとうございました。
お疲れ様でしたと言いたいとですね。あとまあさっき松尾も言ってくれたんですけどね、ゲームセンターどん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 なくなってるんですけど、まあ僕もまだまだこういうアーケードコミュニティのイベントを 粘り強くねやっていきたいと思いますし、あとイベントも僕もメーカーの公式の案件だったりコミュニティのイベントもすごいたくさんやってるんですけど、まあエボジャパンとかもあのやってるんで、1月幕張メッセでまたやること発表されましたけどね、なんか皆さんでやる気ある人いたらサイドトーナメントとか応募してくれたりすれば僕らでバックアップとかしますし、まだまだね X のイベント、まあさっき話してくれたかける子なんかもやりたいですしね、あのいろいろ続けていけたらいいなと思います。本当に今日は長丁場お疲れ様でした。また来年やりましょう。はい、はい、お疲れ様でした。